心を動かす映画館例は東京都武蔵野敷地上寺本町に所在していた多目的映画館。単関係作品の上映のほか2階3階にカフェ施設を備え各種映画イベント、ゲームイベントを開催していた。心を動かす映画社が運営。総支配人は樋口義夫。公式略称はここマルシアター。心を動かす 映画館で吉祥寺バウスシアター閉館を受けて、吉祥寺の新たなミニシアター系文化発信基地を目指して2017年4月15日にプレオープン。前日の14日には、武蔵野公会堂でオープン記念前夜祭りを開催、総支配人の樋口義夫とバウスシアター元支配人の本田拓夫のトークショーも行った。独特の館名は映画の醍醐味を表現しており、末尾の例は、 ちょっと嬉しい感じを表している。いい作品との出会い、感動の出会い、人との出会いをコンセプトとしていた。心を動かす映画館例2017年4月15日にプレオープンしたが手作りの味にこだわった内装工事が間に合わず翌日から休業となる。そのため休業となった日以降のチケットを持つ観客に対して返金を行った。その後も 空調設備不備などを理由に、正式開業の日程を7回ほど延期した末、プレオープンから半年後の10月21日に、正式オープンに至る。しかしながら、2019年8月30日に、後日の事情を背景として、休館に至る。その後、9月4日から一旦は再開したものの、その前日に9月11日をもって閉館することを、公式サイト上で発表した。 運営側当初の発表ではンスクリーンを有し、1階は通常の映画館、2階は飲食しながら映画やライブを楽しむスペース、3階は VR シアターの他映画に関連した展示やイベントを開催するスペースにする予定だった。しかし、正式オープン時には1階に映画館、2階にはカフェを兼ねる上映スペース、3階はカフェスペースのみの構成となった。 2019年10月16日、2階部分に関して、避難用の出口が一つしかないなど安全面の基準を満たしておらず、東京都から映画館としての営業許可が下りないまま営業を続けたとして、工業情報違反で会社代表と法人が書類送検された。2階部分については映画館としての許可が得られなかったため、飲食店としての許可を得て飲食しながら、 映画やライブを楽しむスペースとして営業していた。しかしながら、消防による2018年11月の立ち入り検査の際など、客から入場料を得て映画を上映していた点、上映時にはスペースを暗くして音も大きくしていた点、椅子の大半がスクリーンに向いていた点などから、実質的に2回も映画館であると判断していた。さらに、 保険者などからも57回にわたる指導があったと、されるが、運営会社側はこれらに対し、有効な対応を行っていなかったという。閉館後の跡地は2020年12月20日より、コンビニエンスストア、ファミリーマート吉祥寺本町一丁目店となっており、2階部分も、イートインフロアとなっている。ありがとうございます。